それでは、入力したメロディーにコードをつけていってみたいと思います。シンガーソングライターライト10では、入力したメロディーからコードを自動で判定する機能がついています。まずはそちらを使ってコードを判定してみたいと思います。アレンジモードボタンをクリックします。コードを判定したい範囲をドラッグして選択します。こちらのコード判定ボタンを押します。コード判定という画面が出てきます。 こちら判定パート今ドラッグしたところが選択されています次に「調ですね現在のソングの「調にしておくと今入っているメロディーに合わせてコードがつきますメジャーにすると明るいコードがつきますマイナーにすると暗めのコードがつきます今回は現在のソングの「調というのに選択して進めてみたいと思います次にコード変更するタイミング初期値で小説単位となっていますが 小説ごとにコードがつくという意味になります。さらに細かくコードをつけたければ、例えば2部グリッドにすると2分音符のタイミングでコードが判定されます。今回は小説単位にしておきます。最後にこちら4和音を含める。判定されるコードに4和音を含めたい場合はこちらもチェック入れます。今回はチェック入れてみましょう。実行ボタンを押すと このように下にですね候補のコードが出てきます一度聞いてみましょうこの数字をクリックして選択すると候補1のところが青く判定しますこの状態で視聴ボタンをクリックしますまたこの画面では例えばパターン2 えー、そして、えー、4小節目1234ですねこちらだけ、えー、パターン1のコードを使いたいというようにこう組み替えて、えー、使うこともできますこれ視聴ボタンを押す時の、えー、ポイントなんですが上のこの選択、えー、されてるところ これをどこかクリックして解除してしまうと上のメロディーが一緒に再生されなくなってしまいます。この状態でコード入力ボタンを押すと選択したコードがこのコードトラックの部分ですね。こちらに反映されます。このようにコードの自動判定を使ってコードを自動で生成することもできますが自分でですね、コードを選択しながら作っていきたい。そういった場合はツールからコードパッド といいうものを選択してみてみください、えー、こちら簡単にご説明しますと今使っているソングの長ですね、えー、C メジャーキーになりますシャープとフラットが調語でついてない C メジャーキーですねそのキーで使えるコードがこのパッド上に表示されています2ページ実はありまして一番下の、えー、こちらのボタンを押すと裏のページが開くようになってますこちらちょっと英語で書いてあって少し難しいんですが、えー、平行調と動詞調というものになります さらにですね、このトライアドって書いてあるところはクリックすることで3和音表示に変更できます。最初は4和音ですがこれで3和音になります。こちらの使い方なんですけれどもまずこちら入っているコードを一度消してみましょう。消しゴムモードでクリックして消せます。例えばこちらのメロディーのところでコードを入れたいとします。自分で考えたコードが Dm だったとしましょう。 これを視聴することができます。右クリックを押すと、このように視聴できます。えー、そして、えー、入力するときは、このタイミングにカーソルを合わせて、Dm のボタンをクリックすることで、コードが入力されます。で、次の小説、こちらに合わせて、えー、見ると、今、このコードパッドの中身が、色合いとか少し変わったの分かりますかもう一度戻りますね。最初、こうでしたが、こんな感じですね。実はですね、このコードパッドは、 今このカーソルがありますよねこの前に入っているコードから判定して次につながるコードの可能性が高いものをこちらに色分けして表示してくれています。色が濃いほど次につながる可能性が高いコードではないかというふうになっています。この色が濃いところから選ぶことができます。G7 を選んでみたいと思います。この時に Dm7 から G7 へつながるときの音のつながりを聞いてみたいですよね。 G7 は右クリックすると聞けます。で前の d ス7聞きたい時には実はですねこちら左上のところに今このカーソルがある前の小説の前のコードが表示されるようになってます。ですのでこちらもクリックして実は聞けます。このように続けて右クリックでクリックしてつな、えー、がりを音で確認してから入力することができます。 次の小説も行ってみましょう。また色が変わりましたね。前に入れたのが G7。じゃあこのつながりは。うんこれが良さそうですね。じゃあこちらを入れると。こんな感じですね。じゃあ最後はそうですね少し変わったコードにしてみましょうか。一番上にあるダイアトニックというのが、 オーソドドックスなコードになコにりますですのであのコードパッドからこう最初コードを選ぶ時はこの一番上の部分からまず選んでみることをお勧めします4音がちょっと難しいなという場合はトライアドつけて3音から選択してみてくださいで今回ここはですねちょっとこのダイアトニックではないコードから選んでみたいと思います例えば C ですねそうですねこのオーキュメントとか良さそうですね ここにこれを入れると。こんな感じですね。続けて、ここですね。で、これですね、えー、と音符がこのちょっと8本部分だけ前に来てるんで、コードも実はここに入力できたりします。こっちですね。そうですね、えー、A7 にしてみましょう、えー。コードパッドで入力した後ですね、 こちら、コードネームテキストデータで音が鳴らなくなってしまいますので、ちょっとおすすめとして、トラック、全然使わなそうなトラックですね。下の方のトラックをクリックして、こちらにあの入れたコードを実際に入れてみて、えー、再生すると、メロディーとコードが一緒に聴けてあの、確認ができると思います。この時にですね、ツールから和音入力という便利な機能があります。こちらを使うと、コードのルートとコードのタイプ、 例えば Cm7 っていうコードになります。こちらになって入力をすると、ここに Cm7 のコードが音符で入力されます。この機能をですね、使いながら音符を入力していきたいと思います。で今回は、一回かこのルートとコードタイプから選ばなくてもですね、実はこのソングのコードを反映というボタンをチェックすると、コードトラックに入力されているコードでが勝手にここで選択されて、 入れることができます。入れたい場所を選択。そうすると d マイナス7ですね。勝手に d マイナス7が選択されます。あとはこちらから入れたい音符の長さを選択して入力ボタンを押します。で、ここが不定詞部音符で入力しているのでこうしましょうか？で入力。そうするとメロディとコードで合わせて確認することができます。 例えばこれテンションとかが入ってないんですけれども、えー、テンションコードにしたいといった時はこちらのですねツールからコード名入力こういった機能もありましてこちらを使うことで、えー、テンションを入力することもできます例えばですねじゃあこちら Dm7 ってなってるんですがこれに 9th というのをつけて入力してみたいと思います D の m7 の 9th 入力をすることと。で、そのコードが入るとこんな感じですね、えー。ちなみにあの分数コードとか入れるときもこのコード名入力使うと便利です。こちらコードにですねテンションを入れましたので下に入力したものも、えー、書いてみたいと思います。和音入力から同じことをやっていきます。戻るボタンで実はこれ戻れます。例えばここ。この形のまま入っちゃうと コードちょっと上の方に行っちゃいますよね。こういう時はコードを展開するということもできます。こんな感じでコードのボイシング、積み方が変わってきます。これでご自身でいいかなというところを見ていただいて入力をしていただくと、このように入ります。メロディーとコードが入力できたら、Easy アレンジというですね、自動で伴奏をつける機能を使って伴奏をつけてみたいと思います。Easy アレンジは Easy アレンジボタンをクリックしてください。ジャンルをクリックすると、 このように、えー、伴奏でつけるジャンルが選択できます。例えばですね、じゃあ16ビートと選択します。で、えー、この状態でくっつけるのですが、1つルールがありまして、16ビートの中のどの部分をつけたいかというのが実は選択できます。楽曲には構成というものがありまして、例えば、えー、前奏であるイントロ、あとは A メロ、B メロ、あとサビとか言いますね。あとはエンディング。こののようなものを 画面の方に指定してあげることで16ビートのサビの部分をくっつけるというようなことができますその曲の構成の指定の方法なんですがこの一番上のところにマーカートラックというのがありますこちらがついてない方は左側のこのマーカーを青く選択してくださいマーカートラックのところをダブルクリックしますこちらにイントロをつけたい場合は頭文字の iA メロをつけたい場合は AB メロをつけたい場合は B サビをつけたい場合は S エンディングをつけたい場合は E と入力してくださいじゃあ A メロ部分をつけてみましょうか A と入力してみます次にこの伴奏をつけたい範囲を選択しますマウスでドラッグしますそして Easy アレンジボタンを押すと伴奏がつきますこの状態で、えー、伴奏がついたかどうかわからないですよね、えー、実は、えー、他のパート、えー、2345 10トラック2にはベースがつきますのでこの状態だとちょっとベースが低くて見えないですよねトラック2のトーン記号をダブルクリックします設定するトラックからトラック2を選択してヘ音記号を選択しますベースはヘ音記号よりも一直ターブ下で演奏されますので 8VB もチェックしてくださいベースが見やすい位置に来ますこのようにアレンジがついています 最初にあの録音するときにテンポ80に落としていましたが120にしましょうさらに音色を入れていきたいと思いますでここのトーンこちらをクリックしてではメロディーはビブラフォンにしましょうかトラック2番はフィンガーベースじゃあ合わせたところで全部で聴いてみましょう